グラーグ57は2009年に出版されたトム・ロブ・スミスの長編小説であるチャイルド44の続編でありその3年後を舞台としている国家に奉仕する人生と決別し人として生きる道を選んだ主人公レオがフルシチョフによるスターリン批判により再び窮地に陥り畳みかけるような展開は破天荒であるが読者の意表をつく物語を 家族の絆という骨太のテーマがしっかりと支え、歴史の間に沈むロシアの闇を暗く浮かび上がらせている。1949年、ジェカブス・ドロズドフは群衆の前で、モスクワのサンクト・ソフィア教会を爆破した。レオ・デミドフは、神学校を卒業したばかりのマクシムという青年を、装って元司祭のラーザリーに接近し、サンクト・ソフィア教会の爆破を後押しする工作を、 行った。その7年後、小さな印刷所の所長をしていたスレン・モスクビンという55歳の男性が喉を書き切られた状態で発見される。モスクビンの二人の息子が現場に現れ、彼らの父親は事業に悩んでおり、自殺したのだと説明した。ところが、ソビエト連邦では自殺は他殺と同様に犯罪とみなされていたため、 国家保安省の現職員のレオが捜査することとなった。彼はスレンモスクビンが国家機密に触れたために口を封じられたのではないかと推察する。そうした中、レオの元上司、ニコライのところに脅迫めいた届け物が何度も届く。その内容は、ニコライがかつて無実の人々を逮捕や拷問をしたという事実が書かれてあった。レオの妻、 ライサが学校で授業をしている時にニキータ・フルシチョフによるスターリン批判が始まる。スターリン時代に犯罪者とされた人々が復権し、不当に逮捕拷問をしてきた警察関係者たちが摘発されるようになった。これによって自分が今までしてきたことのすべてが否定されてしまう。その頃、レオが幼女として引き取っていたゾウヤが何者かによって誘拐される。 フロルパニンの指令によって抑留されたラーザリを救い出すために、レオは囚人ご送船、スター・ルイ・ボルシェビ記号を経て、強制労働収容所に潜入し、彼をモスクワに連れ帰ろうとしたが、彼に死なれてしまう。亡くなったと聞かされていたゾウヤが生きているとパニンから聞いたレオはハンガリーに渡り、そこでゾウヤや妻のライイサと再会するが、同時にハンガリー動乱に遭遇してしまう。 ありがとうございます。